どうもこんにちは、たかひろです。今回は東京ディズニーランドでのんびりと遊んできた時の動画になります。ずっと気になっていたのですが、食べ逃していたメニューだったり、開催期間が残りわずかのミニーウィーラブユーを見たり、いろいろと遊んできました。今回もよかったらぜひ最後まで見ていってください。それではこちらのポリネシアンテラスレストランで食事をしたいと思います。こちらのレストランはハワイアンな雰囲気で、料理もハンバーグやステーキ、パンケーキなどを提供しています。予約ができるレストランなので、予約をしていくことをお勧めします。今回はずっと気になっていたロコモコセットを注文しました。まず最初に前菜が運ばれてきました。前菜はエビとロミロミサーモンのサラダになります。名前の通りエビとサーモン、そしてブロッコリーやミニトマト、パイナップルや、あとはキャベツがコールスローのような感じで入っています。これがすごく美味しかったです。ロミロミサーモンというのがハワイの定番フードで、ダイス状に切ったトマトや玉ねぎなどの野菜にサーモンを加えて塩で揉んで作るメニューらしいです。シャキシャキした食感にさっぱりと酸味が効いていて、すごく食べやすかったです。パイナップルもかなり甘くて美味しかったです。そしてメインがロコモコ丼になります。こちらもとても美味しかったです。ただグレイビーソースを使ったものをロコモコと言った気がするので、今回のこのデミグラスソースはなんか本格的なロコモコとはまたちょっと違ったメニューになるのかなとは思いました。でもシンプルでがっつり食べるにはとてもいいメニューだなと感じました。ハンバーグに白身魚のフライに目玉焼きが乗っています。たっぷりかかったデミグラスソースと白身魚の上のタルタルソースでご飯が進みます。目玉焼きは程よく半熟で、これもまたすごく良かったです。お子様でも食べやすいメニューだと思うので、家族で来るにもすごくおすすめです。ボリュームは結構あるので満足度も高いかなと思いました。シンプルにとにかくハンバーグをがっつり食べたい方はぜひ食べに行ってみてください。パンケーキとかもあったりするので、3時のおやつに来てもいいと思います。それではアトラクションに乗りに行きたいと思います。久々にウエスタンリバー鉄道に乗ってきます。そのため旅の間は立ち上がったり手や足を外に出したりしないよう十分気をつけてくださいね。さて、皆さんは今熱帯魚に滝が流れている山が見えますか？あれが有名なスプラッシュマウンテンです。ここクリッターカントリーには森の地や西部の街が広がってます。カーボーイや牧場主、それに多くの開拓者がこの街に立ち寄って生活に必要なものもありますよね。あの頃はまだこの山がゴールドラッシュで賑わっていた頃の時は、忘れ物がないか確かめてから足元に十分気をつけて右側に降りてくださいね。それでは入り口まで行ってキャラクターに会いに行きます。
では食べたいメニューがあるのでお口の方へ行きたいと思います。久々にキャンプウッドチャックキッチンにやってきました。こちらでいただくのはメンチカツサンド760円です。このメニューは結構前からあるレギュラーメニューなのですが、昨年末までしばらく販売を休止していました。ようやく復活したのですが、しばらく食べ逃していて、今回ようやく食べることができました。注文したタイミングが良かったのか、熱々のサクサクの揚げたてでとても美味しかったです。大きなメンチカツにキャベツが挟んであり、ソースがかかっています。具材はシンプルですが、バンズがすごくふかふかで柔らかい食感がとても好みです。やはりロングセラーのレギュラーメニューはシンプルかつ美味しくて、定期的に食べたくなります。ウッドチャックキッチンのこのテラス席もこれからの季節とても気持ちいいので、休憩がてらここで軽食を食べたりドリンクを飲みに来たりするのもいいかなと思います。ぜひ利用してみてください。それでは今回もミニ We Love You を見に行きたいと思います。今回は久々にウエスタンランドにかかる橋の手前から見てきます。それでは今日は帰りたいと思います。3月に入りパーク内は混雑してきましたが、ゲストはアトラクションに集中している印象なので、アトラクション重視じゃなければ平日は意外とこれまで通り遊べるのかなと思います。今回はとりあえず久々にポリネシアンテラスレストランでゆっくり食事をすることができてよかったです。最近お手軽フード系の紹介が多くなってしまっていたので、またゆっくりとレストランに入って食べられるメニューも紹介していけたらと思います。そして4月10日からの40周年限定メニューも徐々に発表されてきているので、こちらもとても楽しみです。ディズニーランドの40周年スペシャルメニューで皆さんが食べたいと思っているものをぜひコメントで教えてください。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画もしよかったら高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。そして Twitter や Instagram もやってますので、こちらもぜひ概要欄からフォローをお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。